脱原発を掲げる小泉元総理大臣が東日本大震災で被災地支援をした際に被爆したとして係争中の元アメリカ兵らを支援する必要があると涙ながらに訴えました。自分たちの任務を果たしたと諦めてますよね。任務は懸命にやった。被害に遭った病気に苦しんでる人の兵士たちの話を聞いてね、見過ごすわけにはいかないと思ってますね。アメリカのカリフォルニア州を訪れた小泉元総理は、被災地支援で友達作戦に参加した元アメリカ兵10人に会い、病状などを聞きました。小泉元総理は、アメリカ兵の被害の実態を日米の国民にもっと知ってもらいたいと述べ、日本が真剣に支援を考えるべきだと訴えました。元アメリカ兵らは福島第一原発の事故で被爆し、健康被害を受けたとして、東京電力などを相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こしています。